はい、りなです。今回はフライングタイガーで買った文房具を紹介していきます。じゃん。ティアラチャンネル。一つ目大きい、見てください、大きいです。普通の鉛筆とこのフライングタイガーさんで買った鉛筆です。見てください、大きさが違います。大人と子供二つ目、かわいい、見てください、牛乳パックの形の筆箱です。後ろにチャックがあります。しかも横に牛の絵が描いてあってかわいいです。あとコップからも開くようになっています。三つ目、見てください、アイスキャンディーの形の蛍光ペンです。板チョコの形のメモ帳です。ここが食べられている風に作られているからかわいいです。かわいい。最後ですね、見てください、お弁当のお弁当箱の形の中に入っている消しゴムはいちご、バナナ、パイナップル、オレンジが入っています。いちごのつぶつぶがリアルですごいです。じゃあまずはこのチョコ、板チョコの形のメモ帳を開けていきます。おお、この板チョコがシリコンで柔らかいです。普通に線が入ってなくて白くて白いですこういう風になっています。かわいい、透明で中身が見えるから小物を入れてもいいと思います。おお、かわいい、いちごの粒がリアルでかわいいし、ここにヘタの先っちょっていうか先っぽのところがあってかわいいです。パイナップル、パイナップルはこの波線みたいなのが書いてあってかわいいです。しかもヘタが立ってる、夏らしいです。あ、すごい、オレンジは細かく縦横縦横模様が書いてあってかわいいです。あとここに葉っぱがあります。一つずつちょんちょんちょんみたいな風につながっています。よいしょ、じゃあ行く。ピンク色のアイス型です。これはこの棒からをピッと取れば描けるようになっています。アイス型の蛍光ペンを使って描いてみたいと思います。ティアラなどで王冠を描いてみました。キラキラを描いてみました。せっかくなので私が普段使っている文房具を筆箱の中に入れてみました。一つ目はダイソーで買ったポッキーの鉛筆です。二つ目は今さっきのダイソーで買ったポッキー鉛筆のいちごの方です。これは二つあってどっちも使っています。三つ目はディズニープリンセスが書いてあるペンです。これは紫色です。しかもここにラプンツェルが書いてあって可愛いから好きです。これは今さっきのペン型じゃなくてマーカーです。これにはアリエルが書いていて可愛いです。これはキャンパスで買った赤色鉛筆です。オルちゃん風で可愛いから買いました。これもキャンパスで買いました。これは普通の鉛筆です。ラメがついてて、この女の子の絵が可愛いから買いました。今回はフライングタイガーで買ったカラフルで元気が出てきそうな文房具を紹介しました。皆さんもぜひフライングタイガーで買ってみてね。